します。その方が良さそうだな、うん、あ、ちょっと、うん、どういうつもりなのですか。お客様に居留守を使うとは。説明してください。今後は二度と。お言葉ですが、スバル様、彼らとはもうお会いにならないでください。彼ら、あの呪文使いの一派と関わっていては、いつか必ずスバル様に、いえ、我ら騎士団全体に害を及ぼすことに。銀冠、スバル様は変わってしまわれた。我らの先頭に立ち、ザ・ワールドの秩序と正義のために奮闘されていたスバル様は一体どこに行ってしまわれたのです。最近では職務にも身が入られぬご様子。このままでは騎士団一同の士気にも。中にはすでに。すでに何なのです。いえ、何でも。もう二度と彼らには。今日はもう落ちます、スバル様。今後私宛ての伝言やお客様があれば必ず取り付けるように。ですから、それは。そうですか、今日も顔を出さないのですね、司様。以前ならこれでよかったのです。希望は絶望を引き立てる最高の香辛料。でも香辛料を効かせすぎた料理に刺激が強すぎたかもしれませんが、ほんの少しだけ。つかさに見せたかったよ、つかさにも。あいつの顔、鳩が豆鉄砲食らったみたいでさ。もうこれでイルスは使えないっしょ。次は堂々と会いに行ける。もちろん一緒にね。私は待ちます、あなたが帰ってくるのを。どうして。あなたともう一度出会いたいから。スカさん、どうした。ねえミミル。何、ログアウトできたら外で会おうって話だけど。お、なんか思い出した。下北とか。うん、そうじゃなくて、うん、そうじゃないんだけど、あのさ、僕の望む方向ってどっちにあるんだろう。ん、何それ。あんたが望む方向はわかんないけど、とりあえず東の方のダンジョンでも攻略しに行こっか。気にすることはない。銀冠は銀冠なりの方法で忠義を尽くそうとしているのさ、お前に。ええ、分かっているつもりです。ただ。ただ、銀冠の口から騎士の中にはすでに。なあスバル、ザ・ワールドはゲームだ、遊びだ。お前が一番楽しめるやり方で遊べ。今したいことは何だ、分かってるんだろ。司だ、司ととことん向き合ってみる。それが一番したいことと違うか。それに司の問題を解決しない限り、肝心なことは何もわからない。ザ・ワールドで今何が起きているのか、キーオブザ・トワイライトのことも。逆上都市、壊れた男性キャラ。やれるとこまでやってみようぜ。俺はもう騎士団の人間じゃないが、お前のお供くらいならできる。いや、やる。それが俺の楽しみ方だ。ありがとう。それじゃ悪いが、俺この辺で。週末から出張でな、いろいろ準備があるんだ。下手にブチ切れなきゃいいんだが。ニュッキン。
これからどうする気なのかな、司くんのこと。ミミルやベア、それにあの暑苦しいやつとか。アイテム探しも含め一休みってところだ。それに動きがあったとしてもお前に伝える義務はない。ブリュン、冷たい。ピャン、協定結ばなかった？仲間になった覚えはない。特に会いたい相手でもなし。えへん、暑苦しいクリム君には会いたいのかな。何が言いたい？連れなくしない方がいいよ。あんまり役に立つし。俺指切り厳慢、なんか掴んだら教えて。ピャン、次の連絡を待て。じゃ、バイバイ。チンバッ。カルミナ・ガデリカに出没していたプレイヤーキラーは、一般プレイヤーの協力もあって犯人を特定することができました。以後不正行為を慎むよう申し送りしてください。ご指示があれば即座に連行拘束する用意が整っております。銀冠、今何と言いました？は？何度も申したはずです。行為の騎士団はシステム管理者でもなければ、もちろん警察でもないのです。連行拘束、あくまでも一階のプレイヤーである私たちにそのような権限はありません。しかし、ザ・ワールドの秩序維持、地上作用のバックアップ、騎士団の役割はひたすらその点に尽きるのです。お言葉を返すようですが、スバル様のおっしゃることは理想論です。注意や指導を与えたところでそれに素直に従う者ばかりとは限らない。悪質なケースについては相応の対処をしなければ。それはCC 社のシステム管理部が行うことです。カルミナ・ガデリカのプレイヤーキラーには私の名において注意を与えておいてください。不正行為を即刻やめるように。目に余るようならシステム管理者へ報告せざるを得ないと。それから決して犯人呼ばわりしないように。よろしいですね？御意のまま。スバル様、どちらへ？所用です。待機の必要はありません。今日はそのまま落ちますから、皆も適宜自由にするように。司とかいう呪文使い、その一派と出会ってからというもの、スバル様は大体あのような悪質極まりない不正キャラを。言うな、例のプレイヤーキラーだが。はい、すぐに警告のメールを。カルミナ・ガデリカ全域に手配、発見次第拘束せよ。え、すぐにだ。はあ。まあ、あんたのような立場だといろいろ厄介だろう。先日のこともあるしな。俺たちに会うなんて言うと何かとうるさいんじゃないかってね。スバル様、あの者たちとお会いになられてはいけません。なんてね。銀冠は、彼は彼なりにザ・ワールドと騎士団のためを思って、私はそう信じています。ふーん。だからといって私の行動を束縛する権利はありません。私が騎士団であろうとなかろうと。あ、スバル様だ。ちょうどよかった。ちょっと聞いてくださいよ。この間されちゃったんです、プレイヤーキラー。マクアヌだったかな。それはもちろん抵抗したんですけど、それがめっちゃ硬いキャラで、あれ絶対なんかいじってますって。捕まえてくれますよね？あいつのおかげでその日の経験値みんなパーになっちゃったんですから。詳細を後ほど騎士団の方へご連絡ください。わかりました、よろしくお願いします。大変だ本当に。行為の騎士団か。よくやってられるよね、スバルも。私には絶対無理だわ。そもそも騎士という柄じゃないよな、ミミルは。なんだと？ベアだって同じっしょ。同じだよ。でしょ。それより司のことですが。おう、そうだった。そうですか。
やはり思い出せないのですね、司は。見つけたかもしれない、何かを。うん。確かに言ったんだよ、あいつ。逆さまダンジョンで壊れたおっさんに会った時、僕は見つけたかもって。君が生きた証。私が君を愛した証。それを形に。どう考えても、それは。彼女は、私。私たちの希望だ。間違いないだろう。司はあの男性キャラの言葉を聞き、伝説のアイテム、キー・オブ・ザ・トワイライトの正体に思い至った。男の言う成し遂げられなかった思い、希望。あの時、司だけはピンときた。少なくとも、司自身にはそうだと確信できるもの、その何かの存在を司は知っていたということになりますね。でも、すっかり忘れちゃってるからね。本人が見つけたと思ったこと自体をさ。だが、俺たちの推測は外れちゃいなかったってことだな。司と伝説のアイテムとの間には何らかの関わりがある。司が思い出すのを待ちながら、あの男性キャラについてできる限り調べてみよう。それしかないだろう。人手がいるな。ベアと私、それにスバルと。クリムは力になってくれます。それから、蒼天のバルメンク様、総会のオルカ様も独自に動いているようです。あのハッカーヘルバにも協力してもらえればいいんだが、確かソラなら連絡つけられるんだったな。私を見るな。ソラだったら BT に言えばいいじゃん。あの二人つるんでるみたいだし。ソラとは距離を置きたいらしい、 BT は。私だって置きたいっつーの。ん、今日は司とは。あ、声かけたんだけどさ、返事なし。あんまりしつこく誘わないようにしてるんだ。私、行ってみます。どこへ？またご連絡します。あまり負担をかけちゃいかんな。何？スバルだ。気がしていたんです。あなたに会いに来ました。あのさ。はい。前に言ったよね、スバル。僕には帰る場所がある。僕がそこに帰るのを待ってるって。その場所でもう一度あなたと出会いたいから、そう言いました。僕も同じ。ここに来たら会えるんじゃないかって思った。つかさ、会いたいかも。僕ももう一度どこか違う場所で。手荒な振る舞いは慎めと通達を受けたではないか。申し訳ありません。恐れながら申し上げます。カルミナ・ガデリカの件は例のプレイヤーキラーです。連行しようとしたところ抵抗したため、やむを得ず。ドゥナ・ロリアックの方は手配中のアイテム強盗です。反省が見られなかったため教育的指導を行いました。何卒ご寛容に。銀冠ですね。騎士団の総意です。我ら高位の騎士団、ザ・ワールドの秩序と正義のため、悪質な不正プレイヤーを速やかに排除したまでです。銀冠はどこに。他のサーバーを巡回中です。すぐに呼んでください。銀冠をここへ。あ、メール。最重要事項、システム管理部から。何かご用でしょうか。まだ巡回の途中なのですが。私が何を言いたいのか、あなたにはお分かりのはずです。
は？騎士団の本義、その活動目的とは。私たちは警察でもシステム管理者でもないですか。スバル様、こんな言葉をご存知でしょうか。正義なき力は無能なり、されど力なき正義もまた無能なり。20世紀の高名な空手家の言葉です。けだし名言かと。何が言いたいのです。あなたのおっしゃる騎士団の本義とやらはまさしく力なき正義に他ならない。金冠、あの呪文使い司の出現以来、ザ・ワールドには不穏な空気が満ち満ちています。定められたルールを遵守しながら粛々と日々を送る大多数のプレイヤーにとって、今最も必要なのは力なき軟弱な理想論ではない。あらゆる不正に断固とした態度で臨み、必要とあらば速やかに排除する、そんな力ある正義のはずです。あなたと正義について議論するつもりはありません。先ほど私宛に一通のメールが届きました。メールなら私の元にも多数届いております。不正行為にあったプレイヤーからの感謝の言葉ですが、差出人は CC 社システム管理部、最重要事項と記されています。銀冠、あなたは CC 社に対し高位の騎士団の名を用いて要望書を提出しましたね。とんでもない内容の、読み上げましょうか。ザ・ワールドの秩序維持・綱紀粛正のため、リアルタイムに全プレイヤーのログをチェックし、かつ会員の個人情報閲覧を可能にするパスを発行されたし。思い上がるのもいい加減にしなさい。あなたは一体何をしたいのです。この広大なネットワークのどこかで常に不正が行われているのです。それに比べて騎士の人数はあまりに少ない。悪質なプレイヤーを確実に発見排除するためには、データやログの管理は必要不可欠ではありませんか。 CC 社からの返答は拒否です。騎士団といえども一階のプレイヤーである。 CC 社の判断も全く同じです。高位の騎士団は公式に明文化された組織ではありません。私たち騎士とは CC 社の黙認と一般プレイヤーたちの善意によってのみ存在します。あなたは何様のつもりですか。分かっていただけましたか。私も少し言葉が過ぎたかもしれません。許してください。今一度騎士団の本義に帰り、今後は。恐ろしいのでしょう。恐ろしいのでしょう。怖いのでしょう、スバルさん。騎士団の長として正義を貫くことが。私が何を恐れているというのですか。ザ・ワールドの秩序を乱す不正と戦い続けていけば、スバルさん、あなたはあなたの大事なものを取り締まり排除せざるを得なくなる。あなたはそれが怖いんだ。何のことです。ザ・ワールド最大最悪の不正キャラ、呪文使いの司。あなたが騎士としての正義を貫くなら、司を例外にするわけにはいかない。例外が作れないなら騎士団の方針そのものを変えるしかない。なんということを。司は被害者なのです。何かとてつもない大きな波に飲み込まれた。誰が決めたのです。なぜ断言できるんです。司は被害者だと。決めたのは誰でもない、スバル様、あなたです。教えていただきたい。一体どんな根拠があって司を無実と決められたのか。あなたは何様です。神にでもなられたおつもりか。わかりました。わかっていただけましたか、スバル様。ザ・
ザ・ワールドの秩序と安寧を司る誇り高き騎士団を束ねし者、スバルの名のもとに宣言する。本日ただいまをもって高位の騎士団を解散します。Shine bright morning light, now in the air the spring is coming. Sweet blowing wind singing down the hills and valleys. Keep your eyes on me, now we're on the edge of hell. Dear my love, sweet morning light, wait for me, you've gone much farther to far. 今日来ないのかな、スバル。